本日は UDKP2023 ボリューム7関東大会お越しいただき、コムサンミダありがとうございます。もうね、マスクも外せていいご時世になってまいりました。皆さんのお顔がね、綺麗なかっこいいお顔が見たいです。はい、ぜひコリアエンターひょうなと申します。最後までよろしくお願いいたします。こちらです、どうぞ。早稲田大学センキルボーイの僕自身今回がそうです、ね、ボリューム5からずっと参加させていただいていて、今回と次のボリューム8が最後の大会になるので、ちょっと同期でこう頑張ってこう行った時に、まあ、セブンティーンのスーパーという曲がリリースされて、もういても立ってもいられなくて、今回やりました。僕たちのステージ、センキルボーイズのステージ楽しんでいただけましたでしょうか。あとは結果発表を、お楽しませようと思います。はい、ありがとうございました。拍手お願いいたします。隣の方にセブンで、大変の時からそこでボーイズとあとガールの少し見させていただいたんですけど、同じサークルというフルボーイズをはじめ、ボーイズもガールズもみんなの本気の表情とダンスを見て、私たちも一瞬でこう本気モードに切り替えてきたからこそ今回ステージ楽しめたし、満足いく結果に今気持ちでいっぱいです。はい、楽しめました。ありがとうございます。もう目の前がキラキラしております。もう涙か何なのかよくわかりません。はい、ありがとうございます。あー、自分に本当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 このセブンティーの曲でスーパーという曲なんですけど、なんですけど、これ実は2週間ぐらいでしか、1週間ぐらいで完成させて、でギリギリ決めたので、ここまで本当に完成できたのが嬉しいですし、もうこれ嬉しいですし、かわいい。一週間毎日、今週も毎日練習して、いいステージを作りました。ごめんなさい、本当に。いや、頑張りましたね。拍手お願いします。もうずっと続ける。最後に、この襟足がそのミンハオっていう役で、すごく。襟足が長いので、これつけて本人に寄せました。ほう、それ大事。早いよ、似合ってるよ、写真見るよ。ありがとうございます。あと3秒です、残り。はい、ごめんなさい。大きな拍手お願いします。ビジュアルから大事ですからね、そんなんていうのは。そして、まずはベストパフォーマー賞、こちらはボーイズ部門とガールズ部門各1名ずつ審査員の皆さんが最も輝いていたと思う方に贈られる賞です。これ接戦だと思いますので何名か出たと思うんですよね。でも1人ずつに絞ったということです。そして優勝チームの発表もございます。ボーイズ部門は優勝チームのみの1チーム、ガールズ部門は優勝チームと準優勝チームの2チームを表彰いたします。これより計5個の賞を皆さんに授与したいと思います。出演者の皆さん、どうぞご到着ください。もう一度ありがとうございます。今一度大きな拍手でございます。足が下にもう一つの方がこちらを見に沿って、今一度改めてこの場に登場した YouTube に大きな拍手お願いします。
さあ皆さん待ちに待ったいいかわいいです。皆さん揃いましたね。はい、ありがとうございます。まずはボーイズ部門ベストパフォーマー賞の発表です。プレゼンターとして夢の様どうぞ。はい、審査員の夢の様登場しました。拍手お願いいたします。はい、これよりこの文字の通り GKP2023 ボリューム7関東大会ボーイズ部門ベストパフォーマー賞はドゥルル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 リルキャナ様にお願いしたいと思います。どうぞ。
さんかもこれ発表いたします。ユニケミ2023ボリューム7ガールズ部門優勝チームは、合計得点276点、早稲田です。
ユニ KP 実行委員会様からの終演後のお礼メッセージになります。ユニ KP ボリューム7の結果速報になります。早稲田大学トゥインクルさんはボーイズ部門ガールズ部門両方とも見事優勝をされました。ダブル優勝本当におめでとうございます。タイムテーブルになります。全国大会は9月12日に予定されております。